物事は白黒はっきりしている方が良いかと思いきや、時にはあえてグレーのままの方が良いこともある。そうですね、この方はなかなか人生を探っていってるっていうかね、ちょっと人生から距離を置いて見てみようっていう感じなんですかね。大人の対応力はどうすれば身につくでしょう。あ、僕もね、30代の頃はね、特にね、もうすぐ白黒つけたがる、そういう人生だった、ね、救急やってたでしょ、その頃ね、精神科の救急やって、7年ぐらいやってたでしょ。だからもうすぐにこの、退院入院ってこうね、判断する。だからもう、ああいう時って大変でしたね、白黒を毎日つけていくっていう時は。だからもう正直ね、スタッフがね、お医者さんが5人から6人、1つの病棟ですよ、40人ぐらいのベッドのある病棟で5人か6人いて、それでスタッフも30人ぐらい、看護師さん、それから診療の人も合わせたらもっと、病棟婦さんって言ってお掃除してくださったり配膳をしてくださったり、もっと、それでね、年に3回ぐらいはね、大宴会してました。大宴会、大宴会で悪いことするんじゃない、そのもう本当にお食事してみんなでカラオケ行って歌ったりね、出ないとね、ストレスがすごかったことを今でも覚えてますけど、このね、白黒をはっきりつけた方がいいように見えてグレーがいい、これね、グレー、そのそれをこう保ってるっていうのはね、やっぱり時節を見るっていうことすごい大事で、勝負師の中の勝負師、20年間無敗、おそらく今も無敗の、桜井翔一会長なんかは、戦いは相手をこう乗しちゃうんじゃない、これ秘伝だよね、ではなくて相手が崩れていくんだっていう名言を吐いてますね。相手がもうこんなこと言ったらあれだけど、こう勝手に崩れていくっていうか、ね、もちろんそれにはリードパンチとかでね、なんかボクシングだったらはっとこう焦らせる、そうすると動転する、そうするとどんどん崩れていく、呼吸が乱れるからどんどんスタミナをなくしていくみたいなことがあるのかかもしれませんけど、僕なんかね、大学時代にほんまにヘボ空手で、全然もう一生懸命練習は3年間ぐらいやったんですけど、そんなね、ボクシングやってる人なんかにものを言うようなことはできないんですけど、それほんなら何で待てるかっていうとね、ここで仏教の諸行無常、諸行無常が出てくるんですよ。諸行無常っていうのは、ああ虚しいな、情けがない、 無常だって、そういう意味じゃないですよ。日本はそっちに流れるんで、そうじゃなくて全てのことは変化していくと。だから最悪の状況もそこでうまくちゃんと耐えて、だから忍ぶ、忍ってね、忍者の忍って書いて、やっぱり 仏道修行する人っていうのはもちろん、人と喜びを分かち合う、それからいいところを見てあげる、あるいは時に助言もする、でもその中の最後の言葉、いや僕はそんな感じで忍ぶ時期があるっていう、のがある。忍ぶってこんなん持たないんですよね、そんなん1ヶ月も持たない。そうじゃなくて物事は変化していくっていうことを信じる、だってそれは宇宙の真理やからね、宇宙の原理、この世の中に変わらないものは一つもない。そういう意味では無惨ね、鬼仏寺無惨ね、すごい、ダークヒーローですけど、彼は私は変化を好まない、私は永遠にこう変わらないものだけを求めるのだって、これはもう宇宙に対するアンチテーゼですよね、もっと言うとお釈迦様に対するアンチテーゼなんですね。変わらないもん、それはネクロフィリアって言って、死っていうのはもう死んだら土に戻る、まあそれでもその土は変化していくんだけど、でも一見死っていうのは恒常的、変わらないもののように見えるじゃないですか。これも浅はかな知恵なんですけど、でもネクロフィリックって言いますね、つまり変化を好まない、多様性を好まない、めんどくさい、
もう変わらない自分の理想だけをバチッとはめ込んで、それだけを見ていたい、それに反するものは全部抹殺すると。これが無惨の思想の一環を表している言葉ですよね。中頃ぐらいの巻に出てくるかな。これネクロフィリアなんです。鬼舞辻はね、ネクロフィリア。まあ、それに対して、世界っていうのは、世界の実相、本当の宇宙っていうのは変化に次ぐ変化なんですね。だからその今状況が悪くても忍ぶ、なぜ忍べるかっていうと、必ず変化している。変化が表面上見えないようでも変化してるんですよね。例えば夏なんか美味しいスイカ買った、あ、ちょっと待ってなさい、あと3日ほど経ったら甘さが出てくるからみたいなね。それは表面的にはあのスイカの形、色合いは変わらないけど、よく見てるとこのお尻の部分なんかスーッと色づいてきたりね、そのスイカのですよ。そういう目に見えない変化というものが起こっている、あるいは捉えられないけども大きな変化が実は起こっている。ね、地震なんかそうですよね。急に揺れる、急に揺れるんじゃないんですよね。実はマントルその地下がぐーっと帯同している。だから変化している、この宇宙全体が変化に次ぐ変化、そしてくっついたり離れたり、離れたりくっついたり、こうやって全部が絡み合ってて変化に次ぐ変化をしている。二度と同じことが起こらないぐらいに変化をしている。それを理解して信じると忍べるようになると、まあそういう教えですよね。でも多少なりとも僕は分かるところもあります。うん、だから、うん、グレーで置いておくっていうのは諸行無常、全ての世界は変化していくということを信じて、そしてその変化をまあ期待してじっと待ってると、変化の時にチャンスが起こったり、自分の心境が変わったり、物事の捉え方が自然に変わってくる時が来るよと、そういうことが一つのヒントになると思います。はい、今日は寒いのでえらい真面目な話をしました。名越康文 TV シークレットトーク、よろしくお願いします。僕が死ぬか番組が終わるかみたいな感じの気分で実はやりたいなと。